早稲田大学の英語企画。同じ大学なのに全然違うんですか？そうなんです。武田塾チャンネル。武田塾教務部長の中森です。武田塾教務の高田です。大学対策企画、今回は早稲田大学同士の比較第2弾ですね。早稲田はね、学部ごとに問題の傾向違いますから、はい、そこをちょっと今日話していきましょうか。はい、今回英語ですね。はい、で比較するのが早稲田大学の教育学部、早稲田大学の人間科学部、この2つですね。はい、長文が得意な人向け、長文が多い高専の入試を受けたい人、は教育学部ですね。はい、で早稲田大学の中で優しいところを受験したい人で、あと処理スピードに自信がある人、文法が得意な人におすすめな人間科学部の英語、この2つ比較していきましょう。まあ、配点に関しては教育学部は150点満点中英語の配点が50点、人間科学部も150点満点中英語の配点が50点と、これは両方3分の1ずつで同じですね。そうですね、はい、早稲田は結構学部でね配点がずれるんでね、ここはぜひ確認してみてほしいですけれども、はいはい、じゃ続きまして試験時間と大問構成です。教育学部の方が試験時間90分間、大問構成は全部で5題です。大問1から大問4が長文問題、で大問5が会話文問題と、これも長文ですね。そうですね、はい、読解のオンパレードという構成になってます。はい、それに対して人間科学部の方は試験時間は同じく90分間、で大問が全部で3つあります。で大問1が長文問題、大問2が文法問題で空手補充の形式でした、で大問3が正誤問題と、そういう構成になってます。でこれ設問がね、文法半分と長文半分みたいな感じになってるよね。はいはいはい、そうですね、長文の方で25個小問があって、で大問2、大問3の文法パートで、小問が25個というふうに、ちょうど、半分半分の比率でしたね。じゃあ特徴見ていきましょうかね。そうですね、まず教育からですが、はい、まあまんまですけど、長文しか出てないんですよね、大問が。そうですね、で、まあ、90分だと、はいはいはい、90分で5個でしょ、長文、はい、会話長文込みで、はい、でね、まあ、当然会話の中でその読解でいけるようなものもあれば知識必要なものもあって、はい、結構やっぱ、ね、がっつり読む長文が出てくるので、はいはい、まあ、やっぱ時間きついかなっていう、そうですね、はい、感じですね。早稲田レベルの難易度の高い長文をもうね4題、まあ、プラス会話文やっていかないといけないということで、これ結構大変ですよね。はい、で長文が4つもあるってことは結構いろんなテーマでいるじゃないですか。はい、で扱うようなテーマはなんかニュース記事とか、新聞とかのね、はい、記事とかテレビニュースとかで扱われるような内容が多くて、ニューヨークタイムズとかみたいな英字新聞とかを読んでおくと対策しやすいとよく言われている。ああ、なるほどなるほど。そういうので慣れていこうということですね。うん、参考書的には例えば銀紙大学とかね、はい、そういうのをやっていくといいんじゃないかなっていう感じなんですけど、はい、まあ矢部先生がねここ通ったのもあるんで、はい、やっぱりそのポレポレみたいな、うん、そのなんていうかある程度の難易度、難しめの長文を徹底的にやり込んで、まあ、読むスピードを上げたり、どういうことを読まなきゃいけないのかっていうのを鍛えたりとか、はい、まあ、オーソドックスな長文の力と速さを身につけるってことが、まあ、必要な入試かなと。なるほど。で会話の長文も出るんで、はいはいはい、会話もやんなきゃいけない。なるほど、はい、まあ、長文の対策と会話対策が肝の入試ですね。はいはい、それに対して人間科学部なんですけども、人間科学の場合、まあ、大問1の長文、これかなり量多いですよね。これね、あの教育だと大問1個で長文1個じゃないですか。はいはいはい、人科の長文はさ、はいはい、めっちゃ出るよね。そうですね、なんかこう乱れ打ちじゃないですけど、うん、長文がこう複数出るというか、一つにつき設問3問とかって感じで、はいはい、バーッと出てくる、ね、出ますね、なんでそういう意味で長文の量が多いかなと思います。でスピード勝負の試験ですね、長文だけじゃなく文法の、問題もたくさん出てるので、もう手際よく処理していかないと、間に合わない、そういう試験になってますね。でただまあ当然その長文の量が多いってことは、一個一個の長さは、まあ、そこに大したことないですね。そうですね、はい、半分ぐらいですよね、はい、教育の、そうですね、1個あたりの長さ、で問題構成が先ほど話したように半分長文読解、半分文法知識を問う問題ってなってるので、文法のやり込みがめちゃくちゃ重要ですよね。文法知識がめちゃくちゃ問われるので、文法をがっつり固めておいてください、人科を受ける人は。あとでも長文のレベルは、はい、尊敬別にいらないよね、マーチで全然いけるレベルかなっていう、これはね解き比べてみたら分かるんですけど、読みやすいっすよね人科の方が格段に。
なんでマーチレベルまでをまず徹底的に仕上げておいて、うん、で早稲田の過去問、人科の過去問に入っていったら十分対応できるかなと思います、うん、あでも頭の切り替えがね、はい、やっぱ量が多いってことはその都度その都度新しい職に触れるたびにすぐにその内容に入っていかなきゃいけないんで、うん、まあ、切り替えの速さが結構重要かなっていう感じですよね。確かにそうですね。あと、まあ、単独で対策がいるといえば正誤問題が出ますよね、うん、なんで正誤問題はどういう間違わせ方をするかをやっぱ知っておかないといけないので、正誤問題の対策を特別にやっておいてほしいです、はい、それが人科に生きてくるかなと思いますね。で、まあ、この2つを比べた理由っていうのが、はい、やっぱその露骨に対策が完全に分かれてる、うん、で当然その難易度で言ったらその人間科学のは簡単であろうっていう予測はみんなついてるとね、はいはいはい、入りやすいのは人科じゃないかと、うん、早稲田の中でも教育はかなり長文全振りの学部で、はいはいはい、例えば社学とかね、うん、なんかだと結構やっぱりその全然特徴違うし、そうですね、まあ、またさらに変わってるところだと国際教養みたいなのがあったりするわけなんで、全然違いますね、はい、その中でも長文に特化した教育と、まあ、あの対策がもう露骨に、うん、あの分かりやすい、はい、うん、あの文法と中心と、まあ、短い長文を大量に処理する人間科学部っていう、はい、この企画は面白いかな、はい、そうですね。これはシンプルに言えば人科の方が偏差値的には低いんですけど、ただ問題の傾向は全然違うので場合によっては教育の方がやりやすいって人もいるんじゃないかなと思いますね、まあ、基本的にはやはりね長文の難易度そのものは教育の方が高いんで、はいはいはい、まあ、こっちの方が参考書のレベルはワンランク高いかなっていう感じですかね、うん、そうですね。ということでまとめいきましょうか。はい、うん、長文が得意で長文が多い高専の入試を受けたい人は早稲田大学の教育学部、うん、で、早稲田の中で優しいところを受験したい人で処理スピードに自信がある人、そして文法問題が得意な人は人間科学部がおすすめとなってます。高田先生はちなみにどっち受けたいですか？いや僕はもう文法好きなんで人科ですね、はい、文法は好きです。はい、まあでもねなかなかね人科だと、はい、所沢キャンパスなんで、あ、キャンパスちゃいますもんね。でも実はこれカリキュラムとかちゃんと調べると、はい、割と早稲田に取れたりするんだけど、なるほどなるほど、まあね、ちょっと大学変えようかなって言って早稲田目指してたんだけど、はい、でも人科が選択肢としてあるならそんなに傾向違うならちょっと考えてみればいいかなって、うんうん、こう見てみたりね、してみるといいんじゃないかなと思いますよね、はい、ということでね、皆さんが受けたい大学はどちらでしょうか。ぜひねアンケート答えてもらえると思います。はい、今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などの一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。